ウィリアム・モールトン・マーストンは、アメリカ合衆国の心理学者、発明家、著作家である。1893年5月9日、マサチューセッツ州、ソーガスに生まれる。ハーバード大学で学んだ。アメリカン大学とタフツ大学で教鞭を取った。エリザベス・ホロエイ・マーストンと結婚したが、その一方、オリーブ・バーンとの関係については公表しなかった。 三人は一つ屋根の下で幸せに暮らし、一緒に子供たちを育てた。バーンの子供たちには父親は死去したと伝えていた。嘘発見器の先駆けとなる装置を発明した。これは被験者の血圧を測定することによって、その人物が嘘を述べているかどうか判定するものであった。彼は1941年に連載を開始した漫画。 ワンダー・ウーマンの原作者でもある。チャールズ・モールトンという筆名でクレジットされていた。1947年5月2日、皮膚がんにより、ニューヨーク州来日死去。53歳没。2006年、アイズナー賞の殿堂入りを果たした。2017年、ウィリアム・モールトン・マーストンの人生を描いた、電気映画、ワンダー・ウーマンとマーストン教授の秘密が公開された。ルーク・エバンズが、 マーストンの役を演じている。ありがとうございます。